皆さん、こんにちは。EAA の高山です。東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる、東アジア芸文書院 EAA では、何か新しい余白を作れないかということで、おととしの5月13日よりラジオを始めております。本日2月9日水曜日で第82回を迎えております。 オミクロン株の様子が大変不穏になってきております皆様いかがお過ごしでしょうか幼稚園や小学校中学校高校などなど学級閉鎖になったといった話を周囲でも聞くようになってきました皆様くれぐれも体にお気をつけてお過ごしください年明けの1月7日にお便りを頂戴しておりましたラジオネームリポットさん ありがとうございます。昨年9月の終わりにもメッセージをくださったえフランス在住の方ですえ。お返事が遅くなってしまいすみませんえ。メッセージを読みたいと思います。高山さん、こんにちは。以前投稿したものです。その説はつない感想を読んでくださりありがとうございました。何でも瞬時に伝わっては、すぐ返事が返ってくる世の中にあって、 1>, 1週間のタイムラグを経て相手の反応が音声で返ってくるというのはとても新鮮でしたニュースで見聞きされているかもしれませんがフランスはコロナの感染拡大で感染者が爆発的に増えています軟室の家族が陽性になったり幼稚園からは休み明け早々唾液検査実施の通知が来たりと オミクロンの猛威を肌身で感じています。昨年12月から5歳以上の子供へのワクチン接種が始まり、ちょうど予約を取ったところです。まだしばらくコロナとの共生生活が続きますね。あの強力な外出規制がないだけましですが。今、今年の抱負や目標をノートに書き出しているところです。 些細なものなのですが、昨年のものと照らして苦労してできたことなどがあると、やはり小さな達成感がありますね。語学は一長一短ではないので、昨年の目標のままですが、まず、こうなりたいという自分をイメージして、そうなるために、どう具体的に行動に移せばよいかを考えて、ステップごとに書き出します。 自分に課した今年のテーマは地域貢献、そして悩むより動くです。コロナで閉じ込められた経験から地域という今自分がいる場所の大切さに目覚め、昨年から地域に関わる仕事を自発的に引き受けるようにしているのですが、それをもう少し増やしていき,ないきたいなと思っております。やりたいことがたくさんあるのに、考えるばかりで腰が重い方で、 なかなか実現できないことが多いので今年は悩んだらまずは行動してみることに専念したいと思います高山さんは毎年抱負を決めていますかどういう風に設定されるのでしょうか東京は雪が降ったそうで寒い日が続きますね日本は徐々に感染も増えてきているようですどうかお体を大事に暖かくしてお過ごしください というメッセージを頂戴しました。リポットさんありがとうございます。随分とタイムラグが出てしまい恐縮ですが、大変温かいメッセージをいただきました。フランスは1月の終わりには1日あたりの新規感染が50万人を超えたというので、日本語圏でもニュースになっていましたが、今2月に入ってどんな具合でしょうか。東京は 12月の大みそかは東京都の新規感染者数が78人だったのが昨日2月8日は1万7113人と2桁だったのが5桁になっているという桁違いもいいところで何、まあ、とも言えない雰囲気ですがフランスも大変でどうかお互い安全第一で過ごせればと願っております。 新年の抱負だったりそれををどうう決めていいるかというご質問を頂戴しましたリポットさんが一体どういうその地域に関わる仕事というのをなさっているのかが非常に気になるところですがそのように質問をいただいて考えますと自分はいつかまではこういうふうな自分になりたいみたいなことでいろいろとなんかいっぱい目標を決めては達成できないっていうことを繰り返して いたのですがここ数年はあの例えば今年はですね今自分が訳している翻訳がありますのでそれをま仕上げるそれからウェブで連載している原稿があるのでそれをやり遂げるという、まあ、個人のの仕事上での小さな目標を立ててたたりしておりまししおまそれが「白論を出す」だった年もあれば出すのを目標にして出せなかった年もありますが。 1まあ一個か2つか具体的にいついつまでにこれを仕上げるやるっていうふうに決めることがちょっとあの淡白ですがが多いいのかなっていう気がしておりますしかし今年もきっとそうなるだろうなとは思うんですが非常にこうそれこそお正月に決めた目標を軌道修正することがまあ多いなというふうに思います。途中から別の目標ができたり 特に今はあのコロナなので自分の力でコントロールできない部分があるだからあくまでも目安でしかないなっていうような気がしています。どっちかっていうともうあんまり大きな目標というよりはその毎日これをやるっていうのをなんかすごくこう書き出すっていうのが非常に自分の癖のようになっておりましてで毎日それができたか確認して。 そそれこそ小さな達成感っていうのは本当に小さいんですけれども毎日あの確認している部分があるかなと思います。しかしこうやって改めてそんな風に考えてみたのですがよくよく考えてみますと子供の時からこう目標だったり抱負だったりっていうのよりもなん,かなんかもうちょっとですねんあんまり真面目ではないのかもしれませんが白い髪に やりたいこととか欲しいものとかを思いつくままになんかこういっぱいバーッと書き出してみるっていうことをそういえばよくやっているなと思います特に悩んでる時やあの行き詰まってるなっていう時は一日に何回も何回回ももやることがあります A4 くらいの紙を用意して実現可能性とかを全く考えずにバーッとこう書き出していくんですね。 ね、例えば、まあ、別に新調しなくてよくても、まあ、新しく揃えたい家具とかですね、なんか、椅子が欲しいとか、机が欲しいとか、なんかそういうのをいっぱい書いていくと。あとはなんか、こう、できればここをこうしたいみたいなね、小さなことをあのたくさん書いていくんですよ。机の上の本も、 どかしたいとかですねなんかそういう今すぐできるんじゃないかみたいなことも含めてあの3個4個じゃなくてもう30個とか40個とかいっぱい描くそうすると実は変えたいなと思っているやりたいなと思っている欲しいと思っている、まあ、小さなことやら大きなことやらがいっぱいあると気づいてで一気に全部はできないけどその中には絶対にすぐにできることが1個あるわけです。でそれをあのやるとなんか 意外とすすぐにすっきりする部分が出たりしてなんかそんなのをよくやるっていうのがなんかあるなと思います最近だとたくさんレンコンを食べたいとかねなんかそんなことを思ってたんだみたいな,なんかそういうのが見つかったりするんですけどそれはレンコンを買いに行ってなんかこうたくさん炒めて食べるっていうので、まあ、できたりする。 あるいはいい椅子が欲しいってずっと思ってるんですけど、なんかこうずっと出会えなくて、まあ、達成していないけど、まあ、なんか椅子が並んでるのをお店で見たりするとパッとアンテナが引っかかってなんかこう探し始める自分が出たりすると。え時々はそのささやかな願いがま叶ったりすると、まあそんな感じです。全然こう答えになっていませんが、なんかもしもまこういうことは やってみたくなったらぜひリポットさんもいっぱい白い紙に書き出してみてくださいはいえそんな感じで今日はおしまいです忘れている方もいらっしゃるかもしれませんが Google フォームでいつも質問やリクエスト感想を受け付けておりますのでお気軽にお送りくださいそれではまた来週今度は2月16日水曜日にお会いしましょう家への高山がお送りしましたごきげんよう